疑似翻訳とは実在しない作品を翻訳した、体裁で発表された作品。自らの作品としてそのまま発表した場合には、得られない効果を出せる場合がある。著者は疑似翻訳を翻訳と明確に主張する場合もあり、翻訳帳の表現で暗示する場合もある。基本訳とも。ニゲルデセルバンテスのドンキホーテは疑似翻訳の有名な作品であり、 ベネンヘイジという人物のアラビア語の記述をスペイン語でまとめた定裁が取られた。恋するオルランドはフランス語からイタリア語への疑似翻訳である。翻訳をオリジナルのように発表することや外国人を装った偽名で執筆することは疑似翻訳とは異なる。疑似翻訳は外国作品や古典作品への読者の期待を利用する。具体的には異国情緒を引き出すため、 古い作品からの翻訳という体裁を取ることで、威信を生じさせるためなどの目的がある。芥川龍之介の、法教人の死、キリスト、ホロ承人伝はこの目的で、疑似翻訳された作品だと考えられる。また、検閲を逃れることを目的とする場合もある。検閲を逃れるための疑似翻訳の例としては、シャルルド・モンテスキューが、フランス社会を風刺した、 ペルシア人の手紙が挙げられる。ありがとうございます。